アメリカ政府はテロとの戦いを旗印にアフガニスタンでの戦闘を続けていますが、それに違和感を感じたテロ事件の遺族たち、それぞれの反戦活動をお伝えします。ニュージャージー州で牧師をしているマーナ・ベスキさんはテロ事件で弟を失いました。しかしアメリカ軍のアフガニスタンへの攻撃には疑問を持ち続け、自分の目で現地を見たいと思うようになりました。礼拝堂の隣のこちらの部屋にはマーナさんが実際にアフガニスタンで撮ってきた写真が飾ってあるということです。アメリカ軍の爆撃により家族を亡くしたアフガニスタン人と話をしたマーナさんは、悲しみの深さに違いはないと感じました。そしてその体験をアメリカの人々に伝えています。ニューヨーク市に住むコリン・ケリーさんも10歳年の離れた弟を失いました。自分たちにはアメリカ政府から保証金が支払われたのに、なぜ同じ悲しみの中にいるアフガニスタンの遺族には何も渡されないのか。コリンさんはアメリカはアフガンの人たちにも保証金を出すべきだと考え、議員らに訴え続けています。クリスティーナ・オールセンさんはマサチューセッツ州に暮らすミュージシャンです。テロ事件で姉を亡くしたクリスティーナさんもアフガニスタンを訪れました。そしてそこでの経験は彼女の作る曲をより平和と希望への願いがこもったものに変えました。 I think we all can agree that the perpetrators of 9/11 need to be brought to justice, and I certainly believe that as well, but I don't believe that justice is being served by killing innocent people.クリスティーナさんも戦争を終わらせるにはどうしたらいいのか答えはわからないと言います。しかしアメリカの対テロ戦争一色のムードに疑問を持つ彼女たちは、事件の遺族40人で会を作り、それでも戦争は間違いだと声を上げています。